山本里氏は日本の実業家、データアーティスト株式会社代表取締役社長、東京大学未来ビジョン研究センター、共同研究員。産学の両側面からマーケティング領域を主とした AI ソリューションを開発。慶應義塾大学、大学院時代はインプラントの表面就職などの生体内における物理科学を研究。 東京大学大学院物理学専攻修士課程にて二次元電子系統の半導体物理を研究し修士号を取得東京大学大学院技術経営戦略学専攻博士課程では坂田一郎松尾豊のもとセマンティックウェブ疫学への AI 活用など現在の礎となる AI に関して研究 i クス社では AI を搭載した AB テストツール ドルポのプロダクトマネージャーに就任。同サービスを別会社化することで、現データアーティスト株式会社を設立、代表取締役就任。視聴率予測エンジン、各種 DMP、広告バナー自動生成エンジン、トレンド予測エンジン、コミュニケーション AI キャラクターなど、マーケティング領域における AI 開発に努める。テレビ東京。 今日からやる会議や日経新聞などのメディアに多数取り上げられる。2018年からは東京大学未来ビジョン研究センターの共同研究員として産学連携に取り組む。東京大、東京工業大学などにおいて定期的に講義を実施。下記を参照。ありがとうございます。